どうもゆーたーです、今回はねホイールを買ったんでちょっとタイヤをね組みに来たんですけど、友達が働いてるあのタイヤハウス岡島さんというところでちょっと友達にやってもらいますので、これから組んでもらいます。はい、今からこいつを組んでもらいます。なんか蓋が飛んできたぞ。俺の車のLED ライトのカバーが。まずい。なんてこと。まずいよこれ。買い取りだよ車。赤いようになってる。買い取り買い取り。買い取りして GR ヤリス買う。そうそう。あ、これ剥がれてる。深いですね。10J25。はい、でね、今回買ったホイールがまたね、実はね買い戻しなんですけど、サイズ違い、一番最初に RZF2 9.5J44 っていうのをね最初に買ったんですけど、ちょっとサイズ攻めたくなって他のホイール買ってね手放してしまったんですけど、またこいつに戻ってきました。 10J25 でね、初期ロットがずっと残ってたみたいです。売れ残って、あの段ボールの箱とか見ると2018年とかって書いてあるんで、初期ロットがね眠ってました。長い間俺がこいつをね拾ってあげましたよ。でね、フェイス5かな、コンケーブも一番深いのかな、かなり深いです。こんな感じで、でタイヤはね今噂の芝タイヤさん TW240 の方にしました。街乗りメインなんで、で265358なんで、ちょっとまあ引っ張りかなっていう、引っ張りタイヤですね。はい、これをちょっとねつけてみたいと思います。で今ねホイール並べてるんですけど、右から 10J25 10J35 10J40で、幅が265、285、265となっております。まず ZE40 の方ですね、普段街乗りで履いてる方、こちらが 10J35 オフセット18インチですね。でタイヤが285入れてます。結構ね内側4度半ついてるんで、面打ちですね。で、まあリアがこんな感じです。つらつらですね。まあ荷物乗ってるんで今こんな感じで下がってます。はい、でこちらがねいつもサーキットで使ってる、T37SL、 こちらが 10J40 でタイヤが26535、さっきの Z40 より 5mm 内側に入ります。完全に面打ちっていう感じですね。こういう感じです。
こいいね。本当はねこれ履いてたいんですけど、ちょっと内側が当たってしまうんで買い替えです。はい、で今 10J25 入れてみたんですけど、フロントはね余裕ですね。はい、でねリアがね予想以上にちょっと出てしまっている感があります。いや、こんなに出ると思わなかった。タイヤも引っ張ってるんで、もうちょいね内側行くかなと思ったけど、ちょっと予想外でしたね。ちょっと太いのかな、265芝タイヤさんの255ぐらいがちょうどいいかもしれないです。ちょっとすりそうなんで、フェンダー巻かないようにこんな感じ。いやでもね、コンケーブがすごい、めちゃくちゃかっこいい。いやかっこいいね。今コーティングしてるんでね、ちょっとね濡れてるんですけど、はい、こんな感じでホイールの 10J3 セット目ですね。単造ホイール全部という感じで以上になります。はい。